市川團十郎さん襲名披露公演の前日に眠れない勸玄君に取った行動とは。市川團十郎、歌舞伎俳優の市川團十郎さんがおはようございますのタイトルでアメブロ更新。昨晩は寝たと思ったカンカンが起きてきて、どうしたの、明日初日でしょう、カンカン興奮して寝れないのと。そっか、じゃあパパと一緒に寝ようか。うん、勸玄君となり、結構遅くまで二人でゴロゴロしてから寝ました。カンカンまだ寝てます。今日から1ヶ月、麗華も勸玄も風邪ひかずに元気に乗り越えてほしい。ブログコメントは、勸玄くん昨夜の気持ちわかるわ、熟睡できたかな、カンカン本日初日、ご公演の初日をお迎えになられまして誠におめでとうございます。様々なことが頭をめぐり、昨晩は眠れないパパを気遣い、勸玄くんが團十郎さん、自分自身が寝れないと気遣い、一緒に眠りについたのかなと思います。カンカン元気に最後まで走り切れることを願っています。応援しています。カンカンいろいろ考えていたら寝られなくなったのかな。すっかり歌舞伎役者さんですね。いよいよ12月の公演が始まりますね。2人のお子さんを毎日元気に舞台に立たせなければというプレッシャーはかばかりかと思います。團十郎さんどうぞご自愛ください。その他好意的なコメントが多かったです。市川團十郎さん襲名披露公演の前日に眠れない勸玄君に取った行動とは。市川團十郎でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。